雨が降る中行われました。まずは前半3分先制シーン、セレッソコーナーキックから白垣がいい初ゴールでした、はい、先ほどもう自分が行くしかない、この向かい点のゴールびっくりしたけど自分が行くしかないというところをしっかりと気持ちがボールに乗った素晴らしいゴールだったかなと思います。はい、今日先発の北原から白垣という流れで、はい、まず3分に先制していきましたセレッソ。